敵の統治下を爆破、19歳で犠牲となった、東有リズイ。東有リズイは中国人民解放軍の軍人。中国河北省懐来県の出身。東北野戦軍第11渋滞3 2十6段に A6 連六班班長だった1948年5月、河北省を衝市し高鹿県における、高鹿戦闘で敵の統治下を爆破し19歳で死亡。 1929年、河北省懐来県の貧しい農民家庭に生まれる。1944年秋、3歳年上のロナガミネと結婚。1945年7月、八祖寺軍に参加。1947年3月、中国共産党に加入。1948年5月25日、東アリズが所属する連隊が敵の統治下を爆破。 爆薬を仕掛ける際に、橋型になった統治下の底部が、地面から高すぎることに気づいた、東アリ隅は、左手で爆薬を高く掲げ、右手で、銅火線に火をつけ、同志たち、早く伏せろ。と叫び、犠牲となった。人民解放軍及び、中国共産党は、戦闘英雄、模範共産党員の称号を、東アリ隅に授与、その生涯は、 プロパガンダの題材として映画化され、歌や書籍などを通して広く宣伝された。河北省高鹿県北港には、東有リ隋の墓と記念碑があり、石踏みには、取得の記号、関見ため国、長水普及が刻まれている。ゴム飛び歌、東有リ隋、18歳、お国のために、統治家爆破、統治家はボロボロ、全国人民が涙するも子供たちに広く歌われた。 1955年、長春映画撮影所が映画、東有リズを制作。1990年5月30日、東有リズが所属していた部隊が、吉林省万弱県から炎吉に移転。1993年4月17日、炎吉の中屯部隊内に、東有リズ像を建立。少尉副書記、周囲書記の長徳へ、 隊員ら300人余りが除幕式に参加し、超徳営が挨拶。2003年8月2日、延吉支局市街の中東部隊内に、東有り隅記念館が落成。535枚の図や写真、125件の物品を展示。2009年、全20回のテレビドラマ、ため両親中国全身で、王、法王剛氏が東有りを演じる。 2005年7月6日、炎吉の中東部隊で、東アリ隋の大型記念文芸屋会が開催される、延編大学芸術学院も参加。2013年、中国共産党中央委員会宣伝部、教育部、共生団団中央が、青少年に推薦する優秀図書100の優秀映像部門で、映画、東アリ隋が入選。2018年12月22日、 懐と県検察院、省、徳市隆史家県検察院、中国人民解放軍医師や省軍事検察院は、英雄列車保護法の施行を受け、東アリズイの業績や精神を侮辱する行為を、共同で取り締まるための協定、英雄、東アリズイ軍事国司法保護連席会議実施策を、締結。映画、東アリズイの監督、角た氏が、大衆電影のインタビューで、 英雄行為には目撃者はいなかったし、後で妻が塗った靴下の底が出てきたので推測されたものに過ぎないと発言、親族及び元専友から名誉毀損で訴えられる。裁判では、当アリズの元専友らが実際に目撃したと証言、2009年に双方は和解し、各ただしが3.5万円の賠償金を支払う。ありがとうございます。